お出かけになるのですか、カイン様。ああ、ダイワヤマトの息の根を止めにね。心配しなくていいよ。夕食までには帰ってくるから。しかし、ダイワヤマトに手を出すのはしばし待てと、マーダビー様が。へえ、いつから僕以外の命令を聞くようになったんだい、ジョシュア。いえ、心身ともにズタズタに傷つき、深いダメージを負ったダイワヤマトにたっぷりと教えてやりたいんだ。弱者にしか味わえない本当の絶望の味をね。カイン様。ん？あんなビーダーのためにお手を煩わせることはありません。カイン様のため、まずは私が探りを入れてまいります。そうだな、たまにはお前にも楽しませてやるか。だけど、奴を地獄に叩き込むのは僕だからね。どうぞ、カイン様。ありがとう、ジョシュア。お久しぶりです、グレイ。お前はバトラーやないか、レオシャドウ。そなた、マーダビーの手先になったでごじゃるか。これはお預けします。私が戦いに来たのではない証として。ああ、そうなんや。実はあなたたちに頼みがあるのです。頼み？カイン様、カイン様を助けていただきたいのです。カイン様の父上はとあるタウンを支配する権力者でした。そして父上の後を継ぐために小さい頃から帝王学を学ばされたのです。常にトップであれ、それがマクダネル家に生まれた者の定めだと。でもそれがカイン様の悲しみの始まりでした。どんな手を使っても勝ち続けろ、信じられるのは自分の力だけだ。そう厳しく教えられたカイン様は、いつしか誰にも心許すことなく、ただ強さだけを求めた末、自ら悪の道に進んでしまったのです。ですが、このままでは引き返すことができなくなります。マーダビーなどという悪魔に魅せられ、さらに悪の世界に染まってしまっては、心あるビーダーのビー魂ならきっとカイン様にも届くはず。カイン様も純真な心を持った少年です。どうかカイン様を助けてください。お主、また拙者たちを騙そうとしてるのではなかろうな。そうだ、ネオシャドウの言うことなんか信じてたまるか。ならばどうすれば信じてくれますか、私の言葉を。カイン様をお救いできるのなら私は何でもします。じゃあ、あそこにでも飛び込んでみせろよ。どうせできっこないんだから。わかりました。どうして止めたのですか。あ、どうしてって。カイン様のためならこの身がどうなろうと構いません。でも溶けちゃってもよかったの。はい、私には心がありませんから。悪に染まるカイン様を見て悲しみに暮れるくらいならと、あらゆる感情を、心を封印しました。その時から私はジョシュアという名を捨て、執事バトラーとなったのです。わかった、信じよう、お前の話。感謝します、皆さん。そうと決まればこいつは返しとくで。あっ、
のビー玉やな。あの傷はついていませんね。よかった。なんや、特別なビー玉なんか。これはカイン様の心です。チェ、また引き分けだ。強いな、ジョシアは。カイン様こそほら、これこの間、ビーダマンショップで見つけたんだ。父上に買ってもらったんじゃなくて、自分で買ったんだ。これ、ジョシアにあげるよ。なんだよ、いらないの？じゃなくて、実は僕もカイン様にあげようと思って。あげるよ、それ。代わりにこのビー玉もらうからね。ずっと大事にするよ、これ。ワイも欲しいで。僕も欲しい。どこにあるんや、教えてくれ。いや、どこと言われても。あまりだだをこねるな、でこじゃる。教えてえな。あ、いや。もうお友達になったのかい、ジョシュア。カイン様。まさかとは思ったけど、そっちに鞍替えするとはね。お前も物好きだな。傷つき負けると分かってる連中にわざわざ寝返るなんて。まあ僕は興味ないけどね。弱い者同士が傷を舐め合う安っぽい友情ごっこには。それよりジョシュア、教えてくれるかい？僕を裏切った人間をどうやって痛めつけたらいいか。せっかちだな。君たちの相手は後でゆっくりしてあげるよ。ジョシュアのお仕置きが終わったらたっぷりとね。バトラーはお前のためにここまで来たんや。その気持ちがわからんのか。さあ、わからないね。飼い犬は主人に尻尾だけ振ってればいいんだよ。ガイン様。さあ、お仕置きの時間だ。ジョシュ。あ、グレイ。お前、本当にわからないのか、バトラーの心が。うるさいな。僕には必要ないんだよ、心なんてくだらないものはね。なるほど、バトラーの言う通り、呆れるくらい根性のねじ曲がった野郎だ。だったらこいつでぶつかるだけだ。いいだろう、でも後悔しても知らないよ。ファイヤー。熱くなっちゃって楽しみだな。その顔が絶望に歪むのが。グレ、冷静に戦うでこじゃる。ほらほら、お友達の応援だよ。しっかりバトらなきゃ。今すぐ教えてやるよ、ジョシュア。お前の選んだ道がいかに愚かか。カイン様。大丈夫や、カインもビーダーならグレーの熱いビー魂を感じてくれるはずや。言っただろ、後悔しても知らないって。友情や仲間なんて強さの前には何の意味もないんだよ。負け犬が慰め合ってるだけ。まったくくだらない例。くだらない連中なんかじゃない、あそこにいるお前の仲間もな。その曲がった根性、俺が叩き直してやる。やるじゃないか。カイン様。ち、もらった。あ、
ダメだな。簡単に砕けちゃって。これだから安物は嫌なんだよ。なあ、ジョシュア。これはカイン様の心です。それじゃこれはバトラーのジョシアの心なのか。カイン、さあね、僕にすればただの古い安物のビー玉さ。貴様僕は勝利が好きだ。華麗な勝利、圧倒的な勝利、そして裏切りの勝利、みんな大好きだ。卑怯？それは敗者の泣き言さ。ビーダマンを壊す音、負け犬の悔し泣き、ああ、なんて耳に心地いいんだろう。次回、託された友情。さあ、ジョシュア、帰ったらお仕置きだよ。もうとっくに限界は超えているはずなのに、これがこいつらの力、ビー魂。グレイ、でもこれで負けたら無様だね。悔しいよね。僕のために自ら最高の敗北を演出してくれるなんて、君って結構いいやつなんだ。言っただろ、僕はね、君みたいなやつを力でねじ伏せ不幸にしてやるのが最高の楽しみなんだよ。紹介するよ。これが僕のニューマシン、オードキャバリーだ。ニューマシンの威力を見せつけるために、またフビン？愛だって？そんなものがバトルの何の役に立つ。勝つために必要なのは高度な性能と確かなパワー。そのことを今思い知らせてあげるよ。スピードだけじゃないよ。ロードキャバリーのパワーはブラックナイトのはるか上を行く。どうだい、逃げてもダメ、まともに打ち合ってもダメ、もう君に勝ち目はないのさ。最高だよ。絶望に歪む君のその顔、勝てるはずのないバトルを続けるほど惨めなものはないものね。それでも君は戦うしかないんだ。この屈辱の中でどこまで君が頑張れるか見ものだよ。君たちの言うビー魂とやらでね。人を服従させるのはこれが一番だからさ。絶望の淵に叩き落とされた時、人は初めて本当の姿を見せる。苦しみもがく姿にだけは嘘がないのさ。そうとも、僕は今まで嘘に塗り固められた醜い連中ばかりを見てきた。我が父アレックス・マクダネルに媚びへつらい、権力のおこぼれに預かろうとするゴマすり野郎ども、陰でマクダネル家の失脚に暗躍するいけすかない家臣連中、大義名分を振りかざし白昼堂々乗り込んでくる正義感ぶったやつら、そんなやつらに父さんは一切容赦はしなかった。その時に見せるゴマすり連中の驚いた顔、正義感ぶってたやつの絶望と苦しい表情、知ってるかい？その時だけはどんなやつらもみんな同じ顔をしてるんだ。こんなに楽しいことって他にあるかい？そうとも、結局みんな最後は絶対的な力の前にひれ伏すんじゃないか。だったら遠慮することはない。せいぜい強がるがいい、精一杯頑張るがいい。そ
その上でこの僕が二度と立ち上がれないぐらいに叩き潰してあげよう。そしてその時人は初めて完璧なる服従を示す。バトルなんてのはそのための手段。ビーダマンなんて単なる道具に過ぎないんだよ。そうやって父さんは世界でも有数の権力者にのし上がった。そしていつかは僕もあの父さんのように。それで満足か、カイン。何？ワイらは一度負けたぐらいでへこたれたりせえへん。お前の言いなりにはならへんで。こいつら。カインのために自分の心まで封印したバトラーの思いに応えたるんや。ジョシア、ヤマト、グレイ、僕のためにね。えマシンを取れ、ジョシア。そしてあいつにとどめを刺してやるんだ。仲間だと思ってたやつに裏切られたらさぞや悔しいだろうね、惨めだろうね。でも僕はその時の君の顔が見たいのさ。この馬鹿げたバトルにはふさわしいラストだろう。歯向かうやつらは二度と立ち上がれなくなるまで叩き潰す。それがマクダネル家のやり方なんでね。ジョシュア、君の僕の執事なら当然知ってるだろう。しかしどうした、まさか僕の命令が聞けないというんじゃあるまい。それとも君は本気でこの下等な連中の仲間になるつもりか。ガイン様、そんな目で見たらますます僕の思うつぼだよ。それともそうか、君はどうしても僕に言ってほしいんだね。僕の命令に背くことは許さない。本当に僕のためを思うならやるんだ、ジョシュア。わかりました。そこまで言われるなら。今度はこの私が相手だ。勝負だ、カイン。もうちょっと頭のいいやつかと思っていたけどね。いいだろう、それなら君にも僕に立てつく愚かさを骨の髄まで思い知らせてやるだけだ。カイン、私はただ取り戻してほしいだけだ。純真、あの頃の心を。それが叶わぬというのなら、せめて私が、たとえこの戦いで私の全てを失ったとしても。グレイですら歯が立たなかったカインを相手に。信じるしかあらへん。バトラーの思いがカインの心を動かすこと。ジョシュア、僕はたとえ相手が誰だろうと容赦はしない。後悔しても知らないよ。後悔なんてするものか。少しは腕を上げたようだね。でもその程度でこの僕に勝てると思うな。さすがに強い。でもロードキャバリーが泣いている。ビーダマンは正しい心で使ってこそ本当の力を発揮するんだ。本当の力だと？強さに正義も悪もあるか。ただ強い者だけが勝つ。まさかグレイの時のようにバトラーをもてあそぶつもりはないやろうな。いや違う、これは動揺してる。あれほどまでに厳しく常に冷酷なカインが。何のことはない、
仲間だったバトラーに裏切られて冷静さを欠いていたのはカインの方でごじゃったか。カインが私のために、そっか、そうだったんだ。ジョシュア、ジョシュア、ジョシュア。偉大なる父のようにあろうとするあまり、本当に心を閉ざしてしまったのはお前だ、カイン。カエルが、このまま私が戦ってどうなる。どちらが勝とうが負けようが、カインは私に裏切られたと余計に人を信じなくなるだろう。そしたらカインは、カイン様は、本当の闇に包まれ二度と抜け出せなくなってしまう。動揺だと言ったはずだ。僕は誇り高きマクダネル家の息子、偉大なるアレックス・マクダネルの後を継ぐ者。相手が誰だろうと負けるわけにはいかないんだ。ジョシュア。バトラー、おい大丈夫か。バトラー、おいバトラー、しっかりしろ。どうしたジョシュア、これでお前は満足か。ならば遠慮することはない。めでたく負け犬の仲間入りをしたんだ。お前も醜く泣き叫んでもいいんだぞ。さすがですカイン様。わかっています。もし本当に私がこの者たちと同じく醜く泣き叫ぶようなら、カイン様、あなたは今度こそ私を見捨てるつもりでおられるのでしょう。ですが私は違います。もしこの愚かな行為をお許し願えるなら、私はいかような処罰も受けましょう。どうか今一度私をカイン様のおそばに。カイン様、ご覧の通りヤマトのビー魂とやらはすでに復活しかけています。より大きな屈辱を与えるには、奴らの完全復活を待ち、改めて地獄の底に叩き落としてやるべきかと。面白い。それでこそ僕のジョシュアだ。僕も久しぶりにジョシュアと一戦交えて少々疲れているからね。今日のところは君の言うことを聞くとしよう。どうやら命拾いをしたようだな、大和ヤマト。ハハハハ。そんな、ちょっと待てバトラー。切れない。私は気づいてしまったのです。カイン様の心を覆い、悪の道に走らせる本当の闇が何か。その闇を払うまで私はまだカイン様のおそばを離れるわけにはいきません。ほんの少しでもカイン様の心の闇が晴れた時、その時こそ。今はただ何もわからずにバトラーの残したビーナノを見つめるヤマトたち。果たしてカインの心を